TV というわけでですね今日はや、えー、休日あれ今日何曜日だろうあ木曜日で休みなのか、うん、朝から飲んでますけどね、うん、で今日ね、えー、ご紹介する商品商品というか本なんですけど これはあの私の料理の師匠であるところの、えー、頑固ラーメン立川の、えー、店長の横田師匠があのおすすめしてくれた本ですね。味付け便利帳日本料理ねだしたれ合わせ調味料386っすよ。386って。 おかかしくないですかでこれねまあ <laughs> こ目次だけでやばいじゃないですか目次だけ見てもやばいあこれ親指の先っちょピーラーで落としちゃったんですけどねもう全然痛くないですでこっからいきますよ このだしとそれを使った料理例調理例が全部書いてあるんですよねでこれまあ結構厚い本なんですけどパカッてやると全部全部こののりなんですよねこれ甘くない全部こののりで例えば例で言ったらなな何がいい 青柚子おろし大根おろし 100g 青柚子の皮が1個分塩が少々で作り方青柚子の皮はすりおろしで汁気を軽く絞った大根おろしに混ぜて塩を加えるとえこれまあああこれ醤油あ漬け醤油系とかもいっぱいあるわこれ。 割り油、割醤油えし、ー、50cc 水 50cc お酢が 15cc 削り節が適量昆布が 5cm の角1枚青ネギ50で全ての材料を合わせて人にた立ちさせて弱火で5分間煮詰めてこして冷ますと、うん、でで使い方とかも書いてあるんですよ 魚介類の作り全般に使いますとかけ焼きだれにもいけるとすだち醤油とかこれ何合わせ味噌うわー何これ <laughs> これやばいよね 読めないもんね。木の芽味噌って何白玉味噌 100g。あ、で、白玉味噌の作り方が別なページに書かれてるんだよね。こうなんか入れ子構造になってる。ほうれん草一束、木の芽20枚。木の芽って何そもそも。木の芽って売ってるスーパーで。 いやこういうういいのはもうずーっと書いてあるんだよねで一応こうこういうふうなジャンル分けされてて目次でもこうあるんだけどこれ果たしてこれをさ作って料理作るってそんな面倒くさいことするう まあ、お魚料理でこれをかけるだけでいいんだったらありかなと思うけどね。まあ、この使い方をちょっとまた横田師匠に今度聞いてみようかな。南蛮漬け地。南蛮漬け地。タチウオの南蛮漬け。 の作り方とかもこれを使ったり調理例も書いてあるんですよねこれがもう400種類ぐらいあるんですよこれやばいよねこれ使いこなせる人ってそんなにいないよね普通ね俺なんてだって、まあ、料理やってますとは一応言ってるけど俺の場合 料理のお兄さんリュウ二ですって酔っ払いの人の動画で学んでるだけなんでこういうなんかさ本気の人ってすごいなこれを一冊にまとめるっていうだけでもすごいと思うしあこれすごいこれ作品が作品だこれすごいあやっぱりこうちゃんとした感じの人だな俺と違って やっぱ俺もちゃんとした格好しないといけないのかな。いやでもやっぱこういう人にはかなわないよね。つまりね、これこの方はまだご存命なのかな。ぽいね。やっぱこういう日本人がどんどんなくなっていくのはちょっとあれだよね、悲しいよね。この間 陳建一さんも亡くなっちゃって結構ショックだったんだけどあの中華料理麻婆豆腐の作り方とか教わったんだよねでもやっぱあれだよね YouTube ってその人のなんていうんですか料理,料理法とかを全部動画で残してくれてるから結局まあ本人亡くなられたけどずっとその動画っていうかその人の意思みたいなのは生き続けられるじゃないですか それってすごいことだと思うんですよね。まあ、昔は本だったけど、動画で残してもらえるっていうのはすごいいいことだな。というわけで俺も残してるんだけど、くだらない動画 <laughs> いやー、これはなかなか使いこなせないよね。酒八方出汁ってよくないですか、これ。出汁が8、お酒が2、 薄口醤油0.5五、なんかね、これ、この人ね、こんマいくつがあるんですよ。普通、まあ何対何とかあるんじゃないですか。それが醤油が7.5とか、細かいんだよね。それだけ味覚の精度が鋭いっていうか、1でええやんと。<laughs> というか、これさ、8対2対0.5っていうことで、 0.5残っていくからね。まあ、それは、細かいこといいんですけど。いやー、これはね、でもなんか、昼休みにパカッて開けて眺めてるだけで、なんかちょっと落ち着くっていうか、あー、これちょっと使ってみたいなとかいうのは結構ありますよね。すごい。まあ、おすすめはしないけど。 これはすごい。やっぱりさ、現代人ってさ、そんな暇じゃないじゃないですか。結構いろいろやることいっぱいあってさ、あ,あのあ、YouTube 見たりあ、あのアニメの続き見なきゃとかうーん、ムーの頭なでなでしなきゃとか、結構忙しいんだよね、俺でも。休みの日でもね。そうなったときに、 結構あんま本を読まなくなったなっていうのはあるんですよね。俺ももともと結構ど読色だったんだけど、なんか、あ、これ、まあ読んでる本で、あのー、こういうのはあるんですけど、なかなか頭から通して読めなくなっちゃってるんですよ。これ全部読んだら3日ぐらいかかるじゃないですか。本気で読んでも。でも、まあ、YouTube 見,て見た方がいいかなとかなって、 なななかかなか続かないんですよねでこれ,あこれはね中村天風先生っつってあのー、な名前が出てこないけど野球のうと、ね、大谷翔平さんとかもこの人にかなりあのまあ首と仰いでる人なんですよねで俺もこの人の本読んで変わったんですよ実は最近なんか結構ねみんな暇があれば読んだ方がいいです 本,本を読める人はで。本を読める人って意外と少ないっていう説があって、なんか読めない人の方が多いらしいんですけど、日本が読めても。でもやっぱね、本を読むのってすごく大事で、まあ、YouTube 見るよりも、はるかに3つとは濃いんですよ。本で読んだ方が。ただ、スピードは落ちるから、 これ一冊解説してくれてる人の YouTube の動画15分ぐらい見れるじゃないですか。で、これちゃんと読んだら3日かかるんで。だけど、密度が高い。やっぱ本の方が。で、俺はもう頭から読むのは諦めたんですよ。だ別に小説じゃねえんだからっていう。というわけで、俺がやってる方法をちょっとご紹介します。で、これは俺、10代の頃からやってたんですよね。 小説以外は。小説でこのやり方が適用できるのは、フランツ・カフカっていう人の小説は、このやり方で読めます。どうやるかっていうと、適当にパカって開けるんですよ。それで,で、まあ、次のなんか、区切りのいいとこまでちょっとめくって、あ、こう、ごな、大何章。で、大何章だけ読もうと。こっからここまで。で、これだったら15分くらいで読めるんですよ。YouTube の、 を見るぐらいので。で、これを15分かけて読むことにより、YouTube で15分見るよりも、はるかにたっ濃いものを得ることができるんですよね。で、本ってね、あのー、自分をなんつうかね、アップデートする、できるんですよ。まあ、YouTube でもいいんだけど、やっぱり常にその、脳という自分の OS をアップデートしていかないと、 もう、どんどんこう、年とともに衰えていくから、脳も。やっぱりこう、どんどん新しい、えー、まあ情報っていうかね、脳をアップデートする。体もそうですよ。筋トレとかも。心身をアップデートしていかないと、どんどん年老いていくで。もうほんとね、自分と同年代の人見ててもびっくりするぐらい、 いや俺もこう見えて60近いんですけど、え、おじいちゃんみたいになっちゃう一人いるんですけど、それはこうやって情報を取り入れていかないからそうなるんですよね。うん。だこれは、まあ、こえー、っとね、脳に対しては、やっぱりこう、文字を入れていくっていうか、俺最近ね、英語が聞き取れるようになってきてるんですよね。急に。割と、 英語の YouTube とか見てることによりそのインものすごい膨大な量をインプットすることにより英語がちょっと聞き取れるようになってきてるんでうん多分あと2年ぐらいしたら多分ほぼほぼ英語は聞こえるようになるかなっていうところまで来てるんですけどねまあしゃべれるかっつったらしゃべるのはまた別な技術なんでね うーんだとにかくね情報を大量に自分にインプットしていくっていう作業はね絶対必要だと思いますね。えー、あとこれ今読んでるのがこれ「フォーカス」っていう本でこれはね商売やってる人は絶対読んだ方がいいですね。あの商売の基本がこれかなり書かれててまああの頑固ラーメン立川の店長がやってるようなことがここに書かれてるんですよ。 で要はあの例えば商売を始めるにあたってみんなと同じことやってても絶対ウケないじゃないですか,だか一部に特化するってことだよね一つは一つに特化して他は捨てるみたいなで例えばそれでうまくいった企業会社があれ俺たちこれでうまくいったんだったら他これもやって。 って見たらえん、ー、えんじゃなかってなって手を広げるとほとんど失敗するらしいんですよもうそこだけで行った方がいいみたいなことが結構細かいこといっぱい書いてあるんであのまあサラリーマンの人は必要ないですねで商売人はこれ絶対読んだ方がいい一冊ですねこのねアルライズっていう人でもう一冊結構有名な本があるんですよ あの、もう一人違う人とあの共著の本で書いた本もあるんでそれも絶対読んだわけですね。うん、というわけで本を読まないとあの人間どんどん劣化していくでっていうことが言いたかったんで、うん、まあ YouTube でもね YouTube でよまあうまく要約してくれこういう一冊をさ 15分ぐらいで解説してくれる動画とかもあるんで、そういうの膨大な量見ればそれでもいいのかもわかんないけど、その15分の YouTube の解説見るのと、じゃあこれ全部読んだ時に、どんだけの情報格差が生まれるかって言ったら、もう歴然としてるわけじゃないですか。うん、だから、ある程度もう本は読んでいかないと、あの、なんつ たらいいのかなその差がどんどんん出てくるよもうい俺はもう1年前の自分とは全然違うぐらいにアップデートされてるんで <laughs> まあ一応俺も58歳でま還、あ、暦になった時に還暦になった時に俺がこんだけ勉強してたら。 まあ、今まで付き合ってた人とはおそらく話が合わなくなる可能性があるんで、まあそういうことも含めて LINE やめたりしてるんですけど、というわけで横田さんも勉強した方がいいよ。ついていけなくなるよ。今はちょっとお互い対等に会話してるけど、うーん、だ自分が、まあた、確かに自分で仕事で追求していけば、それなりの結論には達するけど、やっぱり、 いろんな過去の料理人のあ膨大な数の料理人が悩んでその何らかの結論に達するわけじゃないですか。それを本として残してくれてるやつをやっぱ読んでった方がやっぱり自分がそれだけの情報量を摂取できるんで。 まあ横田さんもや読んでもんねいろいろロサンジンとか中国の文化度読んでるからやってるとは思うんですけどまあそれはね絶対必要ですねうん。というわけで俺結構あのー、おちゃらけキャラで YouTube 発信してるけど本当は俺そういう人じゃないんでそこのとこよろしくお願いします。